スワイダー県スワイダー県は、シリアの14ある県の一つ。面積は5500平方キロメートル。人口は2007年の推定で約34万6千人。県とはスワイダー。シリア南部に位置し、北と東はダマスカス郊外県に、西はダルアー県に、南はヨルダン国境に接する。エッドルーズ山地のほぼ全域、エッサファ丘陵の全域、 ルだとアッシャー向原東部の乾燥したステップが県内に含まれる。これらの丘陵地帯や高原は火山噴火によりできた地形であり、養分の多い肥沃な土壌のため多くの農民がこの地に入植してきた。ローマ時代の都市遺跡が今もスワイダーやシャフバーなどには残る。中世には荒廃した近代に入り入植が盛んになり再び人口や町の数が増えている。 スワイダー県には3軍が属する。アイコールスワイダー軍スワイダーサルハド軍サルハド、シャフバー軍シャフバーその多くはトゥルーズハムスリムと、聖教会信徒で、シリアの多数派であるスンナハムスリムはこの県では、少数派になっている。スタティスティックスフロム、アーカイブされたコピー。2007年3月29日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年4月5日閲覧。 ありがとうございます。